紙芝居を始めます。イエーイ。題は海のまんまる笑顔です。始まり始まり。海のまんまる笑顔って書いてるね。これ海さんどんな顔してますか？ねえ、ニコッとしてますね。みんな海に行ったことはある？じゃあある人は手を挙げてください。ああ、たくさんの人行ってるね。そうですか。じゃあその海に行ったことある人は海好きかな？そうですか。でもね、その海に今困ったことが起きてるんだって。これは何でしょうか？ねえ、みんなお寿司は好き？おいしいもんね。何のお寿司が好きですか？サーモン、鮭。はい。じゃあ女の子は？あ、イカ。そうですね、おいしいもんね。じゃあはい、紫の女の子。はい。でもね、この絵変なところないかな？お寿司の上に魚がなくて白いご飯だけだったらどうかな？まずい。まずい。嫌だ。こんな状態でお寿司屋さんに行ってきたら寂しいよね。じゃあ次はこっち。みんなは砂浜で遊んだことはありますか？楽しいよね。砂山を作ったり波を追いかけたり砂浜にいる生き物を探したり。でも想像してみてください。これなんか変だね。ゴミ。そう、砂浜がゴミだらけで裸足で歩いたり寝っ転がったりできないの。こんな海どう？嫌だ。まだね。想像してみて。海が汚れてしまって魚や海の仲間もいなくなっちゃった。海が死んじゃった。ねえ、海が病気になってるね。ねえ、心配だね。みんなで直す？じゃあこうならないように、じゃーん。みんなこんにちは。僕デメちゃん。いつもは海の深いところに住んで海やみんなを見ているんだよ。今日は今海がとっても困っていることをみんなに知ってもらいたくてここにやってきたんだ。昔の海は生き物がたくさんいて、それはそれはきれいで楽しいところだったんだよ。人間のお友達もたくさん遊びに来ていた。でもね、人間の友達が来なくなっちゃった。なんで？とっても寂しくなっちゃった。最近は人間のせいで地球がおかしくなってきちゃって、お魚や生き物も数も減って、海は元気がなくなってきちゃった。ゴミも増えて、このままだと魚の数よりゴミが多くなっちゃう日が来るんだって。どうしてそんなにゴミが増えたのかな？じゃあ何か言える人。はい、じゃあ一番前の、はい、立っていてください。立っていてください。どうぞ。はい、じゃあみんな聞きましょう。はい。海と川はつながってるから、川にゴミを捨てると海に入っちゃうから、海が死んじゃう。そうか。そう、今言ってくれたように、それはみんながお家で出すゴミがすごく増えて溢れちゃっているから。これゴミステーションのね、ゴミが
飛ばされて川に入って海に流れていっています。で、これ何してる人、これこれ何してる、この人、そうゴミをポイってしてるよね。こんなことしていいのかな。ねえねえ、絶対ダメだよね。その溢れたゴミは川を流れて海に行ってしまうの。さっき言ってくれたもんね。その通り。だから海にゴミが増えます。みんなが住んでいるところと実は海はつながっています。みんなの家の近くにも川あるよね。ある、鴨川あるよね。鴨川も海につながっています。そう、だからみんなが川とかにゴミを捨てたりとかゴミを流してしまうと海につながってしまいます。だから海が汚くなっちゃう、汚れちゃう。そうすると人間の友達も遊びに来なくなって、ゴミも増えて、海の生き物も減って、今海はとっても困っています。そう、苦しいって言ってるかもしれない。みんなで海を助けよう。どうすれば助けることができる？じゃあ彼女言ってください。はい、みんな聞いて、大きい声で言ってください。ゴミを減らす。そうです、拍手してください。はい、あ、ゴミを取る、いいですね、すごいです、拍手。おお、ゴミ収集車できれいにする。そうだね、すごい。みんなの言ってること大正解、丸です。みんながすぐにできること、ゴミを拾ったりゴミを出さないようにする、それ大事だよね。そしてきれいにして、みんなで海に遊びに行こう。お家の人に連れて行ってもらおう。お友達も誘いましょう。で、海に行ってお弁当とか食べたりお菓子食べたらどうする？ゴミを捨てない。そうそう、持って帰ってお家でゴミを捨てましょう。そうすると元気な海になります。海で泳いだり波で遊んで砂浜で山を作ったり川を作ったり、そして生き物も探してみましょう。そしてゴミがあったら拾いましょう。ほら、この子ね、海で遊びに行きました、ゴミが落ちてました、自分のゴミじゃないけど拾ってくれてます。そうすると海も元気になる。海が元気になったら魚やその仲間も増えるよ。そうしたら海が元気になります。海が元気になれば魚も生き物も友達もいっぱい、楽しいよね。さっき見せたお寿司の絵、違うところある？上に具が乗ってる。そう、上に具が乗ってるよね。最初のお寿司と違うところはちゃんとサーモンって言ってくれた子もいたね。エビもね、あれ、それからマグロも新鮮で美味しいお魚が食べられるようになります。君が、みんなが海を好きになれば海も君を好きになります。海もまん丸ピカピカ笑顔に、君もまん丸ピカピカ笑顔に。さあ海にレッツゴー。終わりです。ありがとうございました。最後まで聞いてくれてありがとう。